さあ、いよいよ直線の攻防。オープスロデオ先頭、あと 200m。 さあ、先頭は今度は桜千歳生。2番手はオープスロデオ桜千歳生。差を広げる桜千歳生。1着桜千歳生完勝。2着はオープスロデオ。3着にバーチオート。これは物が違う桜千歳生。どんな馬だっけな。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。残り 200m。 天丸海余力は十分か。さらに引き離していきます。あー、いけないか。手はドロップブルティナ。天丸海この馬で決まりか。天丸海1着天丸海完勝。2着は微妙です。1番人気に応えました。天丸海見事です。出た。さあ、いよいよ直線の攻防。トールトリーティ先頭、あと 200m。 先頭はトールトリーティ。2番手はベルズチャンネル。来い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 。かわすデンマークレス。1着2着にはどうやらベルズチャンネル。3着にトールトリーティ。1番人気に応えましたデンマークレス見事です。あ、マジかよ。うわ、来た。ここに来る馬って史実なのかな。あ、史実だ。めっちゃいるじゃん。クラウン・オブ・シェバ。ページストロック。全然わかんない。わかんねえんだよな。ルソー、あー、重賞馬、ミスサタミクサ。わかんねえ。
オクタゴナル。なんでこれが虹なんだ。差が生じてるんだ。評価に対してお守りが何必要かってこと？高くつくな。もうあれだな、短い距離で勝ってる馬。金ばっか。インバーだな。買ってみようかな。買ってみよう。買ってみようかな。特に走るのがないんだよな。
グロットデイズか。ヒンバなんだよね。さっきも悩んだけどさ、コヒンバが出るのって。牝馬3歳って言ったらこれでしょう。おお、適正距離バッチシじゃん。2100から3500。ちょっと重めなんだよな。ちょっとだけだけどね。勝てないんだよな。勝ったよ。何使ったっけ。20億。あー、勝ったね。最高の馬にしよう。あー、つけれねえか。取っとこう。あ、行ってくれ。3歳。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ダントン賞先頭、外から勢いよく里の。あー、これないかな。残り200メートル。出ろ。伸びー。あー、ダメだ。宮古グラス、この手出るね。里のフラワー先頭だ。里のフラワーゴールイン。2着にはどうやら宮古グラス。里のフラワー見事1番人気に応えました。
どうしよっかな。そうだね。投資ぐらいか。めっちゃ燃えてんのがいいんだよな。来たよ。人気3番か。さてさて、ああ人気がそんな、でも勝ったね。はい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 。リリーロス、あなたのまま走るのね。キッズグッドリーってわかんねえな。短い直線に入って、いつ生まれたんだ。後続は届くかどうか。エルディス、いけるかな。先頭、内から成田グレイル。出ろ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 。ああダメだ。先頭成田グレイル先頭だ。マイネルシルビア大激戦のゴール前、果たしてどっちが勝ったのか。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。これ面白いよな。あ、おお。はい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 。ん？やべ、設定してねえよ。忘れてた。忘れてた。こっちも、バランスデューかな。ダートなんだよな、芝中距離。これいけんじゃん。実はいけんじゃねえか。ああ、もう国内か。パワーあるしさ。2500から2800でしょ。ダートは別にさ、走れんじゃねえかな。ちょっと行ってきてくれ。ダブっちゃうからね。いや、こっちの方がぴったりだな。
あれ？あれ？なんでだ？コバ。マジか。ダメなんか。じゃあ日本で走るしかないな。やっぱ3歳2歳どう使うかだな。これも狙ってもらおうじゃないか。であと3勝クラス2勝クラスか。イエス。わあ、グロットデイズだよね。いけないよな。お、一番人気だ。オリーブファンキーカウンティーカウンティキース、勝ってないよね。あ、勝ってるか。3月1週か。いろいろいるんじゃないかな。勝ったね。バチアウト。勝った。バチアウト。名前がな。はい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 。CS ファルコン来た。びっくりしよう。さらに成長した。スピード S、 勝負根性 S プラス。海外に出したいな。いやでも日本で席巻してもらうじゃないか。全て勝てばいい。いけ、チェスファルコン。
四コーナーをカーブして、さあこれからです。チェスファルコン。あ、来た。一馬身から二馬身。マックスジョリー天命。圧倒的な速さがあればいいんだけどな。あと200メートル、後続を完全に引き離したチェスファルコン先頭です。このまま押し切るか。二番手はオリーブイエロー、チェスファルコン。段違いの強さです。2着はオリーブイエロー、これが G1 馬だ、チェスファルコン。来ましたね。ちょっとベストスチールには勝ってもらいたい。お、来ました。ベストスチールもそうすると3歳かな。お、すごいね。皆さん勝ってるじゃないですか。あ、スピード A なんだ。 A プラス。あ、でベストスチールが4、あ、4歳か。1100。しかも2勝クラスなのか。もうちょっと頑張ってほしいな。引退したのは1匹か、1頭か。勝ってくれ。おー、勝った。うわ、4頭。まあ、マックイン勝つけどね。で始まると圧倒的だな。さあいよいよ直線の攻防、メジロマックイーン先頭。これはちぎれた。あと200メートル。うわ、すげえ。後続を大きく引き離しました。残り100メートル。2番手は花籠飛龍、メジロマックイーン先頭だ。完璧です。圧倒的な強さ。圧倒的じゃん。2着は花籠飛龍、3着にアイルトンシンボリ、これが G1 馬だ、メジロマックイーン。ルドルフ？ルドルフか。4歳。オープン。なんだろうな。調教効果か。
8番人気か。16タレ付けのとこまでやりたいな今回は。何これ、ほう、そんなことできんの、やば。いや、いらないいらない、よく生まれてきた。これだよ。おお、サティスフィードドラマー93、これか。あ、ヒンバとして生まれてきたな。オオカに出るのがいる。あー、いいねみよ。四コーナーカーブから直線。いいじゃん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 。行け行け行け。あと200m。粘れ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 。湘南ブレース抜けた。エルバブかわす。エルバブ先頭だ。先頭はエルバブ。一着でゴール。二着にはどうやら湘南ブレース。エルバブ見事一番人気に応えました。お、勝った。これは見たい。第4コーナーをカーブして、さあ直線。チェースファルコン、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 ファルコン。行こう行こう行こう。いい足だ。ここから勝負をかけます。行こう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 。いい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 い。残り 100m。 2番手はベガ。チェスファルコン差を広げる。チェスファルコン強い強い。チェスファルコン圧勝ゴールイン。2着はマックスジョリー。チェスファルコン完勝です。イエス。予想つけない圧倒的な強さです。まず桜花賞を取ったね。お、サツキ賞行きますぜ。サツキ賞、あー、マジかよ。5番人気か。4コーナーをカーブして、さあ行こう行こう行こう。あと 200m、 ウィニングチケット。あー、ダメだ。十分さらに引き離していく。あー、追いつけ追いつけ追いつけ。いけ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 。ウィニングチケット完勝。2着はキャピタルアクス。3着に成田大進。ウィニングチケット完勝です。束を寄せ付けない圧倒的な強さです。うん、
これはいいや。マックインだね。個人じゃん。ないよな。この使い方が分かんない。天皇賞春めっちゃいいんじゃん。マックいいんでしょ。あ、ミスった。タレつけだよ。マックいいのことしか考えてなかった。はい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 、一気にいきます。2馬身から3馬身のリード、残り 200m を通過して、はいよ、はるか後方、残り 100m、 2番手はライスシャワー、メジロマックイーン、この馬で決まりか、メジロマックイーン、独走、メジロマックイーン、ぶっちぎりです。はい、2着はライスシャワー、メジロマックイーン、素晴らしいパフォーマンス、格の違いを見せつけました。天皇賞春全部いっちゃうよ。3連覇じゃん。さてさて、ここまで来たからこれやって、ちょっとこれで終わろう。ブックフルなってしまったよ。サティスとドドラマーとオグリキャップすごいな。前回もこうじゃなかったっけ。あとは何をどう引き継ぐかなんだよな。いた。おお、ネイティブダンサー、ノーザンダンサー、危険度上がるな。でも奇跡の血量だ。しかも23だ。いやでもそれよりも血脈活性名、あ、名称は行くか。ファニースピークとベッドアテナか。違う、スケールペンションだ。赤しかついてねえな。青ついてる。お、スケールペンションと、もう一個ケーブルコミックもだ。こっちだね、スケールペンション。もう一個いる。
はい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 。何これ、ちょこ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 ってつくじゃん。面白いな。これ何なんだろうな。なんだ今の。うわ、7、極度の謹慎、すげえ危な、赤ついてるし。逆にシンボリ・ルドルフとのなんかないのかな。危険だな。三冠馬同士だ。三冠配合。わお。あ、ブックフルに合ってる。とてつもない爆発力だな。そっか、すでに持ってんのか。
ヘクタープロテクター、なんかついてんな。あ、これ短いにいける？もしかして。こんなところかな。どれだっけな。これか。安っ。牝馬がいねえよ。行くぜ、バランスビュー。どこまで行くかな。11着かい。NHK も入るじゃん。600だとな、いねえもんな。飛ばせ飛ばせい。あ、チェスファルコン、オークスじゃん。オックスオックスオックス、頼む。さあ、いよいよ直線の攻防。来い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 。先頭リードは3馬身以上、その差が広がります。雪の美人、いや来るよ。この差は果たして縮まるか。チェスファルコン、いい足、ここから勝負をかける。残り 200m を通過して、後続は大きく離れた。2番手はチェスファルコン、ベガ1着、2着はチェスファルコン、見事に勝ちました、ベガ。そっか、
行かなかったな。勝てないんだよな。マジかよ。さあ世代の頂点をかけてロイス&ロイス先頭、外から三輪早秀、最後の追い比べ、先頭は三輪早秀、しかしその差はわずか。おここが踏ん張りどころ。いけいけキャプテンアクス、アクス、アクス、残り 100m ウィニングチケット抜けた。2番手はアクス、アクス、アクス、ウィニングチケット。2着にはどうやら三輪早秀、3着にキャプテンアクス、ウィニングチケット2冠達成。あとは秋の菊花賞のみ、夢の三冠まであと一歩に迫りました。マジかよ。日本ダービーウィニングチケット、おお、でかいね。これだよ、これ。あ、でもプラスだ。プラスだ。おお。どう来たか。種付け量儲かってんな。リリー・ロスはいないのか。よし、種付けもやったし、今回この辺で終わろうと思います。ありがとうございます。